撃が面白すぎる。どうしたっけ。進撃面白すぎる。どうしたんだよ。何。ストーリーが私を掴んで離さない。進撃がまず何の睡眠時間削られる。その家の時間が増えている。ボールを相手のゴールにシュートみたいな、その言い方。飲み会断って普通に進撃見る日とかあった。進撃の巨人えぐくない？おもろいよ。なぜみんなもっと強くおすすめしなかった？私は10年遅れたぞ。まあそうだな、大体そうだ。世間のブームと10年遅れてくる私、うん、ハリーポッターもそうだ、進撃もそう。まあ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 、面白すぎる。もっと言ってくれ。あ、なんも進撃自体はアニメ最近までやってたもんね。教えといてくれ。 NHK で最近完結した。なぜ NHK で？ NHK でやってたんだよ。公共放送で。公共放送で。そらそうだ、面白いもん。いやいや、国民に見せた方がいいって思うわ。民放でもおもろいのあるけどね。いやいやいや、すごいな。今週でシーズン3まで来たんだけど。あー、シーズン3は何してるところ？何してるところとか言いたくないわ、もう。え？常に同じだから、志は。何か。いやいや、彼らの志は常に一緒だから。あー、ほんと。うん、まあでも今あれだね、シーズン3で言うと今私44話目まで来てるのか、うん、まあ、まだオンタイムで見てるから。でもこれコメント欄とかで先のこと書かれたらすごい嫌だ。俺漫画しか読んでないの、実は。アニメ見てないの。アニメ見てないの、うん、アニメすごいわ。私アニメなんてディズニー以外見たことないんだけど。ピンポンとアキラしか見てないから日本のアニメ。そうそうそう、その2本だけでやってこれた。その2本はアニメ感ないから見れてたのよ。アニメ感なんかそのほぼ実写じゃんって動きしてたから。あ、なるほど。とかピンポンに関してはもうほぼ漫画じゃんって動きしてたのよ。はい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 、はい、描き方が。アニメをがっつり見たことがディズニー以外でないんですけ ど、 ほど、ね、余裕でラプンツェル声ですわな。余裕でラプンツェル声。うん、いやちょっとすごいね、マジで面白いわ。ほんと。キャラ立ちもすごいし、うん、アニメ、私アニメしか見てないんでアニメの感想ですけど、はいはい、ドラマみたいな作り方してるなって思っちゃって。ほう。伏線の張り方とか、はいはいはい、次の輪に進んだ時に前回の話の流れからだいぶ過去まで遡って過去のストーリー見せて現実にパンって飛んでくるみたいな、はい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 、なんかドラマとかでしか見ない手法というか。いや、そう。まあ、アニメでよくあることなのかも知らないんですけど、まあ、アニメ慣れしてないもんな。してないからね、まずね。ただその忠実な伏線があるし、はいはいはい、まあね、確実にこれ拾い上げてくるっていうのがあるし、はい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 、あとやっぱ序盤で感じてた、いやいやこれ設定ガバガバじゃないですか。いやいやいやっていう半笑いの部分が全部回収されてくから。ああ、なるほどね。そのためにもスタンディングオベーションやってた、リビングで。マジか。なるほどね。ちょっとこんなにスピーディーに見たことない。毎回びっくりする、1話が早すぎて。ああ、まあ20分ちょいぐらいでしょ、だってショーツ見てんのかと思う。そんなに体感短い。こんな感じ、一瞬で見れちゃう。でネットフリックス良くないのがさ、うん、自動で次のエピソード行っちゃうのよ、あれ。あ、時間で、ね、あんなので無限に溶けてくる。ああ、1日何本ぐらい見てんの？1日何本見てんの？シーズン1ほぼ行くぐらい見る日もあるし。あ、1日で時間さえあればね。なるほどね。今ももう帰ってみたいんだから。仕事なんてやめて。2本目の仕事あるけど、もう帰ってみたいの、ずっと。確かにな、うん、仕事なんて放り出してみたいぐらい。そうだし、今朝4時ぐらいまで見ちゃうわけよ、その次のエピソードを見るに自動的にファッて映るんだけど、はい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 、そなんでそれ止めればいいんだけど、うん、止めれないのがその1話が終わった時、マジか、うわ、なるほどねって言ってる間に次行くのよ。なるほどな。上見て、うわ、そういうことかみたいな。うわ、なるほど、やば、おもろすぎるわ。伏線の回収を褒めたたえてる間に次行っちゃうんだ。じーって次のエピソードにシークバー進んで行っちゃうんですよ。なるほどね。ほんで朝4時ぐらいまで見て、うん、でも自動的に寝落ちするのよ、こうバッて、はいはいはい、で、こうなったら、あ、やばい、もう一言でも逃したらダメだってなって、うん、これで寝ようって強制終了みたいな。あー、なるほどね。そこぐらいまでこうなんないと終わんないから、うん、はあ、ハマってますね、じゃあね。如実に削られてるね。素晴らしいね、睡眠は。だから今年のハロウィンはちゃんとみんなで巨人のやつやろうね。なんだよ、お前。ごめん、もう古いって、マジで古い。
本当やりたい。なんでやりたいんだよ、ハロウィンよ。いいよ、リヴァイ譲るから。なんで俺リヴァイなんだよ。面白すぎんだろ。私巨人やりたい、目型の巨人やるから。なんでだよ。爆乳の目型の巨人やりたいから。ほぼヌードだろ、あれ。俺、西田ちょっとリヴァイやって。なんで俺リヴァイなんだよ。マネタカの坊主にしてコニーやらすから。いや、マジで面白い。まあ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 、面白いわな。すごいね。それはわかる。いや、なんでアニメ見てこなかったかっていうと、うん、これあの、まあ、夜更かししてる学生あるあるだと思うんだけど、深夜こうザッピングしてたら大体なんか深夜アニメにぶち当たるわけ。まあ大体やってるよね。うん、で、まあなんていうの、有名じゃない、まあ界隈では有名なのかもわかんないですけど、うん、私がね、学生の時にたまたま目に入ってたアニメがほとんど、うん、もう兄ちゃんやつだったな。ああ、まあまあ多かった、うん、うわ、なんでこんな部屋に女の子がっていうのが多かったな。はいはいはい、それきつって思った、正直。ああ、なるほどね。ありえなすぎるし、ああっていうその、はいはい、吐息が苦手だったのね。声優さんの演技がね。全然いいんだよ。お芝居があんま好きじゃなかった。いや、全然いいんだけど、うん、そのありえなすぎる状況というか、ほうほうほう、都合良すぎだろう男と思ってたの。なるほどなるほど。毎回そうだった、ザッピングしてて。そういうのがまあ多かったんだろうな、うん、私があなたのお嫁さんになるんだからみたいな、なんか変なの加えながらやってるやつとか、うん、いや、そんな言ってくる人いないで現実にとか。ああ、なるほどね。現実にはねえぞって思ったらやっぱ冷めちゃうんだ。なんかそう、ありえなすぎると。おう、いや、なんかね、多分ディズニーって設定から何から全部飛んでて見れる、うん、か、ね、めっちゃ忠実で見れるからのよ。はいはいはい。で、それ多分日本のアニメってそのどこでもない位置にあったりとかして、深夜アニメが、うん、それ見てて、いや違うだろうとか言って、はい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 、やっちゃってたの。なるほどね。正直にトラドラとかだったな。なんだろう、トラドラとか見たのかな、多分ね。あ、そうなのかな、わかんない、わかんないよ、俺も名前も見る前に、はいはい、だったら通販見ますわとか言って、あ、やるぐらいだったのに、今なんか見れるなってなって。なるほどね。何より設定がいいぞ。ああ、進撃のみのみだね。他に見ようって思ったやつない？見たいとかない。いや、なんか進撃見たら、あ、アニメの良さをそこで知って次のやつ行こうってなったりとか。そうだ、なりそうで怖い。いい、なっても別にいいだろ。いや、だから進撃をこの爆速で見たことによって、うん、日本のアニメのマッチ度が明らかに増えたのよ、私多分。ああ、なるほどね。ネットフリックスってすごいアルゴリズムだから、はいはいはい、そこら辺の分析すごいから、あ、こいつこのスピードでアニメ見るということはこれ好きだぞみたいな。おー。で、おすすめとかバーって上がるようになって、はいはいはい、正直、おーみたいな、これも見れるのかなとか。なるほどね。まあでも一応、ワンピースはあの実写の方を今見始めてるんで。ああ、実写の方、ね、だからワンピース進撃って感じかな、今。実写の方はなんかそのワンピースの視聴履歴にはあの含まれませんから、あれ。え？漫画かアニメ。マッケンユー。マッケンユーさんね、出てますけど、ええ、ワンピースを見たって言ってるやつにその実写化は含まれませんから。ゴードンのお兄ちゃん出てるよね。いや、知らんけど。そこら辺の俺、上下関係わかんないね。ゴードンとマッケンユーの。え、違うんだ。そうそう、あれダメなんだ。いや、でもちょっと進撃見たから、多分そのゲートドラッグ的な。はいはいはい。ゲートドラッグっていうのお前、これ摂取しちゃったらすげえ良くないことみたいに言うじゃないか。他のハードル下がっちゃうみたいな、うん、タバコがゲートドラッグになって大麻みたいなことね。大麻みたいな、そういう進撃が皮切りになって、進撃を皮切りに他のアニメ吸っちゃうんじゃないかと思ってる。吸っちゃうってなんだよ。ゲートドラッグっていうのお前、あんな素晴らしい作品をよ。いや、あれだって誰でも見たらハマるしよ。まあまあそうだろうな。漫画俺もすごい好きだった。マジ見てないだけだったな。でもそうか、進撃ハマってんでしょ。うん。なんかある他に、これ見とけよみたいな。約束のネバーランドってアニメどこまでやってんだっけ。約束のネバーランドだけは約ネバー好きだよな、絶対な。漫画読んでた。あ、本当。うん、あれおもろいよね。進撃と約束のネバーランドはなんとなく俺の頭の中で近い位置なのよ。友達が持ってる単行本をバーって読んで、全部読んだ。その友達と疎遠になったから、そっから見えてない。めっちゃ見たい。途中で読んでる途中で疎遠になっちゃったんだ。疎遠になっちゃって。あ、でもなんかネットフリックスでアニメあるじゃん、はいはいはい、見ようと思ってバッつけたら、うん、設定から何から全部変わってて、うわー、そうなのよ、やだーって思う。そう、アニメってね、ちょっと変わってんのよ。あ、これは違うと思っちゃった。そう、うん、ちょっとなんか
うん、アニメオリジナル部分があるのよ。それでなんかね、そう、漫画が良かっただけにね、スッてなっちゃったね。はいはいはい、はい、そうだからあそこ開きかけてた、よく考えたら。あれも壁の中の話だ。まあそうだね、閉鎖アニメが好きなんだって知ったの。ああ、なるほどな。閉鎖アニメか、なんかあるかな他に。閉所のアニメ。閉所のアニメ閉じ込められる系のアニメ。閉所のアニメだ。閉所と鬼とか巨人だ。うわありそうだな。でもな、探せばあるぞ絶対。共通点そこかも。狭いとこで怖いのが来るやつ。攻めたやつだから好きではないかもしれない逆に進撃が良すぎるから他霞むかもな。無限列車編かな、じゃあ狭いとこで鬼来るからな。いやいやいや、そういうことじゃないんだよ。鬼滅の刃無限列車編はあれ狭いとこでめっちゃ鬼来るからあれもそうかそれ好きかもしれない。好きか。いや、なんか分かったのが、うん、本当にストーリー性とかが爆裂に面白かったらもう関係ないんだなっていう。なるほどね、うん、そう、2次元3次元とか飛び越えてくるんだなっていう。ストーリー性がいいやつか。なんだろうな。あとキャラクター立ちしてるというか、おうおう、この人がこれを言う意味があるっていう状況が常に続くじゃん、進撃って。はいはいはい、この人しか出ないセリフだなっていうのの連続だから、おめっちゃなんかこう腑に落ちるのよずっと。はい、なるほどね。それがすごい心地よくて、おあ、この人はこういう変質が変態性があってこれ言ったなとか、はい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 、あ、こういう過去にこれがあって今でも冷酷なキャラクターになってるけど過去にこれがあるから出たワードだとか。なるほどなるほど。あとちゃんとその見逃さないようにしてみようってなるよね、仕組みが。はい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 。ちょっとしたワンシーン、本当にセリフもないワンシーンが、ん、うん、とか。なるほどね。で、これいつ回収されるのとか。はい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 、うん、工夫の凝らし方が好きすぎるな、ちょっと。何がハマんだろうな、他にな。窓マギをおすすめした。窓マギね、すごい言ってくる。窓マギはでもそのさ、ストーリーはもちろん素晴らしいよけど、その多分サーヤさんが好きじゃなさそうな絵柄だし、独特な茶番がある。うーん、絵柄だけ目つぶってくれればだと思うんだよな。絵柄そんな絵柄してんの。いや、でもいわゆる少女萌え。あー、なるほどね。あ、でもそこ私多分一個偏見薄れてきてる気がする。あ、ほんと。昔よりはワクチン打った感じする、進撃で窓マギとか日暮らしとか、うん、その話自体はいいじゃない、面白いじゃない。けどやっぱその日暮らしもそのさやさんがあんま好きそうじゃないやり取りとか絵柄があるからおすすめしづらい。あと進撃の巨人アニメでも私血のシーン全部こうやってるから。ああ、血出んの基本ダメなんだ。血がね、そう、怖、無理なんですよ。ああ、なるほどな。映画はもちろん実写でもその音とかリアルだから、うわ。アニメでも無理。そのさ、巨人の食い方にさ、みんななんかバラバラオリジナリティあってさ、うん、はいはいはい、こうパーンって言ってくれるやつとさ、うん、っていうやつとさ、ね、なんかこうっていうやついるじゃん。もうやめろよって思う。スッと飲み込んでくれるって思わない？エビみたいにその頭一回取るやつよな。なんで腹渡ぐりっていきたいみたいな。ああ、まあまあまあ。でも腕、片腕ガーとかも見てられない。全身せよとか、めっちゃあれ感動したわ。あ、どこ？バーンとか片腕なくなるし。森の中でやったやつね。そう、これ。はいはい、あったあったあった。そのシーンあったわ。全身せよのとこ好きやった。あったあった。うん、でももう、窓マギも日暮らしもだから、うん、そういう茶番っぽい感じするし、グロいからね。なるほどな、うん、ちょっとレベル高いんだ。うん、血は出ない。血はそんなにまあ出ない。あ、出ないか。じゃあ、トントンか。でもまあグロいはグロいな。あ、そうなんだ、うん、エヴァとかは。エヴァね、エヴァかエヴァは無理か。ストーリーが面白いでしょ。でもな、ここまで言われてるゆえんはあるなって思ったな。なんか俺エヴァがだって一番好きな多分アニメだから。あ、そうなんだ。あのテレビ版と映画版全部 DVD で持ってる。あ、そんな好きなんだ。テレビ版とテレビ版の後に使われた OVA みたいなやつとか、なんかセットみたいなの買ったから。何が良かったですかそれは。エヴァ、わかんない話がマジでわかんないのよ、うん、何してんのか、その
エヴァが何なのかとか、うん、その初めて見た時小学生とかだったから、うん、何にも分かんない、うん、なんか良かったっていう本当それだけ最初感性で見るそうそうそうアニメなんだそのなんかわけわかんない状況の中にシンジ君とかその人が巻き込まれてって、うん、その人の気持ちの動きは分かるからうんそれはまあ面白いなと思ってたけどぶっ飛んだ設定とその人間味がうまいこと合わさってるってことねなんかやっぱその謎を謎のままにして面白いやつってあるじゃんあるねそうそうその感じがすごく良かった、ね、解き明かすめくってくその爽快感とかではないんだそうあなるほどねこっちにそんな説明してくんないのよ謎うわでも進撃はめくり倒してくれるからなそうねしかも1話の中ではい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 で1話の中でバーンってめくって最後チュッて見してってなって次言ってくれるから、はいはいはい、なんだなんだっていうのが確かにな持続すんだよないやそうねだから他なんかもうねだってもう3つまで来たわけでしょシーズンうんだし多分まあ今日もすぐ帰りたいからすぐ帰って見るじゃん朝4、5時まで全部でシーズンいくつ ?8 ぐらい3の次がファイナルシーズンで終わりあもうそんな短いんだそしてシーズン3もなんか2個分かれてるよね真ん中ぐらいだねなるほどな、うん、でも真ん中ぐらいほぼほぼハリポタの最後の方前編後編になったみたいな感じだ あ、ほんとそうだねいやだからちょっとすごい楽しいね今へえー、あそうだしスタンプも買ったし女子中学生の応援じゃん LINE スタンプ買ったボイスとか入ってるあ、じゃあ絵文字のやつにしてあなるほどねなんかね巨人のこういうガンっていう手のやつとか絵文字ちっちゃいから2個重なるとこうできんの、はい、なんだそれで間に顔とか乗っけたらこうできんのでリヴァイがこうやってリヴァイがこうやって飛んでるところの絵文字もあってでなんか煙だけの絵文字もあるから煙だけ連打してリヴァイをここにつければ飛んでるみたいになる、うん、マジで10年前の遊び方ガラケー時代からあった多分それその遊び方多分あでもいいねいや買っちゃうなアニメ意味が分かったあの頃私だってまだ学生だもんな多分ちゃんとそうじゃないいやすごいだって周りのやっぱアニオタの女の子がリヴァイって言ってた意味が今分かったねかっこいいうん なんかうんちゃんとハマるわって思ったああなるほどねうん誰が一番好きなんですかキャラクターとしてはあむずいねそれ聞かれた時なんて答えようかなって昨日考えたんだけど全然とりあえず私アルミンは実生活にいたらめちゃくちゃ嫌いなタイプああまあまあまあうんだけど哀愁感じるじゃんアニメの中でまあね目標がはっきり定まってるしなうん結構考える時間長い子だなと思ってはい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 その成長が見れるのもいいなるほどなるほど誰だろうなぁうわ私コニーはすごい好きなんですよ坊主のうんあの子だけなんかずっと順当に生きてわかんないでもこれもめくられんのかなやだやだコニーこういうのがあるあそうねうんお母さんがみたいなとこ出たうん、あ、もう怖い、こいつこういうのやるからこれね、お母さんのそう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 、あの地元あらあら地元戻ったらねこれ見逃さなかった、コニー地元戻ったらお母さんがもうお母さんみたいなやつ、ね、亀みたいになっちゃってるんだよね亀ひっくり返ったそうそうそうひっくり返った亀みたいな自力で戻れない亀自力では戻れなくなっちゃってるんだよねちょっとね、なんかでも純粋だなっていうその感じ今んとこねまだわかんないもんな、こっから楽しみいや、そうよちょっとじゃ引き続きいや、ずっと見るな、これ進撃終わったら何を見るべきかも、じゃあ考えていこうそうだね、みんなもおすすめしてほしいのとあとコメント欄に何も書くなよ、マジでネタバレをうん、まあ見ないわもうこのコメント欄はうんだからコメント欄におすすめのアニメがあったらみんながそれを見て教えてもらうわ、うん、なるほどね、うん、周りのここら辺が見てうんこれがいいんじゃないかとでもなんか次これ見ようかなって思ったのあったんだよななんだっけな何アニメのやつね出てきたんだよなアニメアニメあ、でも私
7 7? あ、ブリーチ、あとブリーチブリーチ、えぇ、なんでブリーチなんでブリーチ、うん、これなんで見ようかなって思ったね。めちゃくちゃ少年漫画やで、そうそうそう、あれでしょ、なんかすっごい刀でかい子でしょ。まあまあまあアニメって大体刀でかいからそのあれだけど、大なたみたいなやつ。それこそ今アニメやってるよな、新シーズンがな、何年、何十年ぶりぐらいの。そう、アニメのところバーって見て、あー、ブリーチいけそうと思った。わかんない、まだ何も見てないから。でも、でもなんか見てみようかなって一瞬思った。本当にでも王道の少年漫画だよね。そう、あまりに耳にしたから、あまりに耳にしたアニメを遮断してたから、で、一個こうやって見たら面白いから、はいはい、あまりに耳にしてたら見てみるかと思う。ブリーチはでもまだ完結してないもんな、アニメでな。アニメ、そう、今新しいエピソードとか、新しい新シーズンが今始まってるから、うん、お、いいじゃない、ブリーチ。そう、これだから共通の話題1個増えるで、ブリーチをあんたが見たら。確かにね、うん、俺もある程度は分かるから。でも怖くない、そのさ、ワンピースとかバキの例え出てこないのに、ブリーチと進撃の例えめっちゃ出るの。確かにな、ブリーチの例え耳にしたことないもんな。ないっしょなかなかないよな。ないっしょ、教室以外で聞いたことないからブリーチの例え大人が言ってるの一人も聞いたことない。そうなのよ。あ、でもいいんじゃない。いや、見るもの多すぎるな、本当に。全然そのアニメが今開いただけで、うん、他はすっごい見るものあるのよ。ああ、普通に基本はその映画、洋画とかをさ、うん、そっち系ばっか見てるから。はい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 。いや、すごい。でもアニメはいいですよ、面白いですよ。ブレイキングバッドもまだ見てないし、最後まで。いつか軽音とかまで行ってほしいな絶対行かないと。軽音とかに行ってほしい、いつかはね。軽音なんて、でも少年漫画はいけるけど、おあっちのその、なんていうの、しょ、まあ、女性向けでもないか。女性向けではない。でもなんか、うん、そうね、あれ行かない。殺戮とかが噛んでたら見れるんだけど。あ、スポーツは。いや、スポーツも別に、だって嘘だもん。ブルーロックとかそれこそもう大流行りでしたよね。だって実写のサッカーが好きだから。ああ、なるほどな、うん、じゃあ無理か。変ななんかこう合体とかされたらもう見れないな多分。ああ、そうね、まあまあまあ、そうか。こん人がこんなんだって、はいはいはい、見られたらラブハリケーン。キャプツバね。あ、キャプツバか。キャプツバでよくあるようなやつね、うん、ああ、まあまあ、じゃあ。だからまあちょっとわかんない、ブリーチ見てるかもしんない。ブリーチ次行く、うん、はまんのかな、どうだろう。どっちやと思う。いや、分からんな。面白いよな、ブリーチ。俺らはめっちゃ面白いと思って見てたから。でも当時さ、子供でしょ、うん、今から見始めるっていうのを加味して。大人になっても面白いよな、漫画面白いもん、大人になって読んでも。う、うん、いや、けどだな、ちょっと進撃ほど の感動はないよ、毎話毎話。ああ、そうなんだ、うん、じゃあちょっと最初が良すぎてるな。日常会とか全然あるもんな。そう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 、それがね、きついな。その普通のその30分のアニメって大体日常会みたいなのがあんのよ。日常会、そう、全振りってこと。じゃあナルトとかワンピースもそうだし、なんか別に戦いが起きるわけでもないぜみたいな、なんかみんなでゆっくり休もうやみたいな会があんのよ。つまんな。進撃の巨人はね、一回も確かになかった。ないよ、見てらんなくない、そんな、なんかオフの感じ。いや、そう、みんなだからそのネタ合わせ見てる感じじゃん、だって温泉旅行にみんなで行こうみたいなアニメオリジナル回があったりとか。マジすんのよ、普通のアニメって。そうよ、私だって進撃ですら、その立ち話で全然関係ないことしてると言ってって言ってるもんし。あ、無駄が嫌いなんだな。言って倒しに行けとか言って、ストーリー上での無駄が嫌いなんだ。そうそうそう、いや、全然ある。そのあの頃の時代の週一に上がってこうやってたアニメは平気で日常会やるのよ、アニメオリジナル。日常会なんだ、うーん。頑張りすぎるとアニメがその原作に追いついてわけわかんなくなる。なるほど。そうそうそう、かさ増しみたいにするんだ。そう、すんのよ
でちょっとその漫画が進むのを待つのよみんなで。そのそうなんだ、謎の敵が出てきたりとかして、その全然漫画関係ない話を一回こうストーリーここら辺でくる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 回して、回るんだ。でそのこっちのリードを待つのよ。へー、そう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 。ちょっとじゃあ次何、まあでもとりあえずすぐ見終わるから進撃は。おう、でも完結しないんだもんね。いや進撃は完結、アニメって完結してんの？完結してるっしょ。終わってる、うん、あ、したんだ。それがだから去年とか一昨年ぐらい？あ、漫画はね、うん、で、アニメが最終話がもうすぐ、まあ、11月だよね、確か。あ、か、あ、そうそうそう、そうそうそう、そう、だからちょっとそのペースを私も考えなきゃって思ってて、はいはいはい、このまま行ったらね、絶対漫画買うことになるじゃん。確かにな。その、え、うわってなって、この残りちょっとを、うん、1ヶ月待てるかなと思って。うわ、1回休憩するか、じゃあ一回休憩する。やっぱ一気見の良さがあるのよ。ハリー・ポッターもそうで。わかるわかる。あれって数年単位で自作を待ってたわけ、次回作を。そうね。それを今パーンって見て、分かった、この熱量のままっていうのがかなり重要で、あの頃ってやっぱ一回見返してたじゃん、前作、はい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 、って言ってたりとか、それがね、こうふくっていくのね、気持ちいいんですよね。わあ、じゃあちょっと一回挟むわ、窓マギね。窓マギ挟む、来るね。窓マギ一回挟んでみる。窓マギはでもすぐ終わるもんな、そのアニメ自体は12話で終わるよね。だからすぐ終わるよ。わかった。3時間4時間ぐらいでもうパッて見れるから。窓マギ。よし、行ってみよう。はい。皆さん、さやさんがこれは好きそうだろうなっていうアニメあったらぜひコメント欄に。進撃のネタバレだけは厳禁です。あ、すごい。一番つまんないかも今。一番つまんない人と化したかも。相方。相方。あ、一番つまんない人と化してるこれ。うわ、うなじま持ってね。あるけどお前。なんだ、ネゲタのケチンだじゃないんだ。全員。